はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。 D のんちザワイズです。はい、今回は舞い上がれの第94話について話していきたいと思います。はい、まずは岩倉がね、こう新聞に載りましたっていうね、しかし取り上げられたところは女性ばかりね、女性が工場やってますみたいなね、女性のパワーでやってますみたいな記事だったみたいんで、男性はちょっとしょんぼりみたいな記事だった。だがしかしね、そんなにね、男性社員のこととかを知らせたいならね、ブログやりなよってね、山口さやかさんにブログやりなよって言われて、ブログを始めることになるということになりましたね。私なんかネジ工場のブログなんていうのは一回も見たことないまま、ブログという文化がちょっと衰退してきてるみたいなイメージですけれども、皆さん見たことありますか？そういう工場のブログとか、まああれですよね。でもネジ注文しようとする人が選ぶときにはいいんですかね。まあ大体ネジを注文しようというところに想像が追いつかないですね。どういうね、感覚なんでしょうね。なんか小麦粉仕入れようとかそういうのとちょっと違う気もしますしね。見てる人たちはその想像は追いついてるんでしょうかねえ。でブログによってネジの、じゃあここにしようっていう人とかいるんですかね。まあ何もやらないよりはいいよみたいな、そういう時代でしたっけね。大体今何年なのかがちょっと分かんないんですけど、今どれぐらいまで来たんですか。リーマンショック超えて今2000何年なんですかね。えその辺がねちょっと分かりにくいなと思ってまして、ブログって一瞬思ってしまいましたね。今更ってちょっと思いましたけど、まあ、そんな私はブログやってますけどね。そしてブログのおかげでね、いろんな人と出会えたっていうのがあるんでね、いいと思いますけどね。まあでもね、現代の人は字があんまり読めないっていう噂もありますよね。こちらの発信する方とね、受け取る人のね、この違いが結構あるみたい。まあそれはそうだ、テレビもドラマもそうですよね。今回もみんな結構秋月さんのことをね悪く言う人多いですけどもね、そんなことないよ。あんなにね一緒にいてくれる人なんてねそんないないんだからはい、ずっと矢切加子さん推しなんでねはい、そんな悪くの多いと思うけどね。まあね、こういい短歌を書くにはこう孤独が必要だとね。まあそれはそうですよ。まあ、なんであれですよね。なんであれ孤独が大事で、一人でいる時間に何をしてるか、何を考えるか、それがね出てくるわけですから。そりゃそうなんだけどね。いやー面白い。みんなすごい攻めるなと思って。ねー面白い。でもね、高橋くんのお母さんともね、秋月さんはね仲良くやってるんでね、いいじゃないですか。ちゃんとね、お母さんにとってもありがたいでしょ、息子のことね見てくれて手伝ってくれてね。あんないい子いないと思いますよ。
もちろんね、たかしくんが嫌がってんならそれはもうアウトですよ。たかしくんは本当にもう邪魔だなとかね、うぜえなとか来んなよと思ってんならそれはもうダメですけど、うん、別にまあいるぐらいいいやってね思ってるでしょうし、思ってるように映ってるし他の人にはそう映ってないのかね、うん、いや大変だよ一人でいるなんて、そんなあの店も手伝ってくれてね、それのおかげでちょっと外出てますみたいな、ちょっと外出ることも可能になってて、ね、あんなにいい子いないそこまで悪くない、みんななんかちょっと飛び越えすぎてんなって思いますよね、ツイッターとか見てると、うん、気持ち悪いとかさいろいろ言ってるけど、そこまでもっとすごい人たくさんいるよ、はっきり言って、もう全然いいでしょ。で毎日毎日ここ何日間か秋月さん、矢切加工ね、すごい、私はいいと思ってるんです。ね、今日もさらにね、そんな豚玉2枚まで買って、うん、いいなと思いますよ、うん、まあ、それよりも七夕の夜に2人が一緒に星見る方が私はよっぽどもうね、って思っちゃいます。しかも何年かも大体の七夕の夜ね、あの曇りがかっててあんまり見えないのでね、うん、何年だよみたいな私は思いますけど、東京なんか全然見れてないですよね、大阪見れ結構見れてるんですかね、うん、とかいろいろ思いながらただ今日ちょっとまあ良かったのはこう舞ちゃんのね、うん、短歌は一瞬をこう永遠に変える、あれ違った、でもそんなニュアンスですよね、うん、これ一瞬をね、うん、確かにそうだよねとね、うんうん、そういうことですよと思って、うん、そういうところはね、そういうところは素晴らしいですね、短歌のね、うん、ね、うん、まあツイッターで田原真知さんがね、こう高志くんよりも早くどんどん作ってってるっていうのが面白くて、いや面白いなと思って、うん、まあ田原真知さんがツイッターで書いてましたけど、ありがとうって便利な言葉っていうのがね、ほんとそうですよねって思いますよ私も、うん、便利な言葉だし、うん、不思議な力を持ってますよね、うん、ただみんなあれなんじゃないですか、ありがとうの上が欲しくなってきてるんじゃないですか、もう現代ではもうこの令和、ありがとうを超える言葉がないともう表しきれないほどのありがとうの思いが募ってんじゃないかなと、そう思いませんか、私はちょっと思いますよね、ありがとう以上のありがとうがこれから誰かが作ってくれるんじゃなかろうかと思いますが、どうでしょうかまあそんな感じで、はい、明日も楽しみにしたいと思います。はい、私リノンチザワイズは、ね、今日ちょっとびっくりしたのはハイスタのね、うん、ドラマの常さんが亡くなってしまったという、さっきニュースで見たんです。いやーちょっと衝撃ですよね、うん、私はねハイスタの映画を見たんですよ、うん、あれすごく良かったんで、まあこの死でというか、またまだ見てない人があれ見てくれるといいなと思うぐらいね、私はとてもそういういわゆるバンドものというかそういう中ではもう、うん、もうちょっとランクが違うなっていうぐらいね、いい映画だったんでね、アイスタンダードぜひ見ていただきたいなとね思いますよ、うん、いや大変だよバンドっていうのはっていうのとかがねとてもよく伝わってくる素晴らしい映画なのでね、ぜひ見ていただきたいなと思いますね、うん、はい、でまだ生きている私は今週の金曜日に吉祥寺のシルバーエレファントというところで
ライブやります。はい、はい、アミトモエさん、サートティーンさん、そして我々バンドキャプテンカウ、この3つのチームがね出るわけですけども、今回はね、ねデジマートとかの室長でおなじみのね井戸沼直也さんがこう来てくれるんでね、もうこれはね自分が見に行きたい、うん、本当にしかも一緒にねこうやれるっていうのはね、もう最高ですね、これ。いや、まあ見たいっていうのが強いけどね、うん、とりあえずまあ人間的にもね最高なんで、結構ねまあ楽器とか音楽とかねその辺がね出ちゃうというかね、うん、私はなんかねそういうところに惹かれるというかね、だからインタビューとかでなんか歌がいくらよくてもインタビューとかで変なこと言ってたりなんかっていうような人はもうねあんまり聞かなくなっちゃうんだよね、うん、それほど中身も私は大事だと思っております、うん、はい、そんな感じで金曜日ぜひ会場で待ってます。はい、それではまた、バイ。あ、チャンネル登録お願いします。バイ。